福岡県立宗形中学校、高等学校は、福岡県宗形市東郷6丁目にある男女共学の公立中学校、高等学校。併設型中高一貫校、略称、宋ダが宋中、令和元年11月に創立100周年を迎えた。全日制家庭普通科1919年に開校した。 旧制福岡県立村方中,中学校と1926年に開校した福岡県立村方高等女学校を前身としている。戦後の学生改革により、それぞれ福岡県立村方高等学校と福岡県立村方女子高等学校となった。その1年後この2校が統合され、男女共学の福岡県立村方高等学校となった。創立年数は、 旧正中学校の開校年を基準に数えており、2019年に創立100周年を迎えた。出日合憲、自況不足公明の、創と、孔の二文字を図案化したものになっている。作詞は、国語化。作曲は、真時清。三番まであり、公明和歌詞に登場しない。一番では、宗方氏の東端に位置する四塚連山。二番では、 市の中心部を流れる釣り川、3番では市の北部に面する限界なだ、といったように、高校周辺の地理、それと合わせて1番から3番を通して目指す生徒の理想像が高らかに歌われている。福岡県第4学区2003年度に新校舎が完成した。屋根にはソーラーパネルが設置されている。普通教室棟の全室に冷暖房が完備されている。 2019年度から校舎内は原則として土足での利用が可能になっている。敷地内にはテニスコートプールなどが存在し、現在のテニスコートは平成13年まで使用された旧校舎が建設されていた跡地に設置された。また校内には前身となった各学校の施設の移行外展の上保存されている。男子は爪襟の学ラン、女子はセーラー服で、 高校のリボンが紺色、中学のリボンが緑色である。夏服は白色、冬服が濃紺色。毎年7月に総会を開催している。支部を福岡、北九州、東京、関西に置く。3学期制を取る。2020年度は新型コロナウイルス感染症のため、学校行事に大きな変更が発生している。 部活動は原則として、中な田か,なか合同で行うこととなっているが、中高生の体格差や中体連、高体連の規制などを理由に、中な田か,なか別で行われている部が多い。軟式野球部男女バスケットボール部、女子バレーボール部男女卓球部男女、陸上競技部ラグビー部電気物理部、吹奏楽部坂道部、ホームメイキング部放送部高校が線路に隣接しているため、 赤間駅東郷駅の間では、下り列車から見て、右手側に道行を見ることが可能。平成初期から、最寄りの駅の開設、誘致運動等が行われてきたが、現時点では、駅設置計画は存在していない。最寄りの道路電車通学者は、最寄り駅の東郷駅で下車後、徒歩、バスで通学する。駅から高校へ自転車で移動することは禁止されている。ありがとうございます。